皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではテンセット、エバードン、フェイム MMA について最新情報を紹介します。TGLP 付きのコラボ NFT を発表したテンセット、都市販売に向けて主要都市を公開したエバードン、先日大型イベントが行われたフェイブ MMA について解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず一つ目にテンセットです。テンセットは ETF 2.0 を目指した投資ファンドであり、後ほど説明するエバードン、フェイブはテンセット独自のローンチパッドTGLP からローンチしました。今回は2点の最新ニュースを紹介します。まず一つ目に、テンセット初めての NFT コラボレーションが発表されました。今回のコラボレーションによって、将来的に TGLP の権利のオプションとして、それを NFT 化する際にインモータルキャッツの NFT としてコレクションが作られるという発表でした。詳細の情報については、本日の5月18日に明らかになる予定です。コラボレーションの背景にあった一つの要因としては、これまでのテンセットコミュニティでこの猫のキャラクターがですね、使われていたというのがあって、その愛着があるというところで、 TGLP の NFT の一つのアイデアとして、この猫のキャラクターを使ったらどうかというところで、こちらが選ばれています。テンセットマニアの方ならご存知だと思いますが、テンセットの本社があるアルバニアのオフィスの中にも猫のキャラクターもですね、使われていたりというところで愛着があるというところがあります。この NFT は単なる NFT ではなくて、テンセットのローンチパッドである TGLP にアクセスできる権利をユーティリティとして有しています。さらにコレクションとしての希少性もあるので、 NFT に対して需要というものが生まれる可能性があります。補足ですが、イモータルキャッツというプロジェクトは、新しくこれから本格的に稼働する NFT のプロジェクトになります。プロジェクトのエコシステムについては、 Twitter の固定ツイートに仕組みが簡単にまとめられています。内容としては、1万の NFT を作成して、そこには5つのランクが決められていて、その NFT をステーキングすることによって、独自トークンである ICC コインを得られるという仕組みになっています。この ICC コインを集めたら、バーンすることによって、新たな NFT を手に入れることができ、それによって報酬を得る仕組みであったり、その他、ギフトカードやメタバースで使えるイモータルハウスというものを得られるそうです。ロードマップを見ると、プレイトゥーアーン型の育成ゲームであったり、コインの裏表を当てるゲームのメタバースのプロジェクトを拡張していくそうです。 NFT については5月の28日日本時間11時から 0.08 イーサで販売が始まるそうです。ご関心がある方は、公式ホームページや Twitter、Telegram、Discord などをご覧いただければと思います。また Discord では定期的な NFT のホワイトリストなどもやっているようなので、そちらも関心ある方、チェックしてみてください。続いて2つ目にインフィニティについてです。今回40番目のインフィニティのゴールドスポンサーとして、忍びバースが追加されました。こちらのプロジェクトは、プレイトゥーアーン型のゲームのプロジェクトになっていて、画面に出ているような日本の街も舞台にしながらプレイしていくアクションアドベンチャーゲームになるそうです。公式のホームページは日本語化して見ることもできるようになっていて、画面にあるようにですね、アメコミに出てきそうなですね、キャラクターだなというところがあります。現在このプロジェクトはピンクセールでプリセールをやっているようなので、関心ある方はこちらもチェックしていただければと思います。注意点としてはですね、事前にトークノミクスは必ずチェックしていただければと思いまして、今回該当しているのはトークノミクスの 20% のピンクセールになります。価格としては、ピンクセールを行うまでにすでにプライベートセールとアーリーバードラウンド1は終えていますので、この価格差というものがあります。それぞれの毎段階のセールではベスティングのルールが決まっていますので、それらの条件も確認した上でご判断していただければと思います。ちなみにチームの方はですね、主要メンバーの方はですね、皆さん外国人ということで、リンクドインの情報なども載せられているので、関心ある方はこちらもチェックしていただければと思います。続いて2つ目にエバードームについて見ていきます。エバードームは火星を舞台としたメタバースのプロジェクトです。今回は間もなく行われる土地販売について新たな情報が追加されたので2点紹介させていただきます。前提ですが、エバードームの土地を購入するためにはドームトークンが必要と
なります。現在のドームの価格は 0.025 ドル付近を推移しています。今回公表された一つ目のニュースはエバードームシティの構想がグラフィックとして紹介されました。今画面に出ているようにですね、少し近未来的な都市構造になっているそうです。エバードームシティは火星の中のジェゼロクレーターの西側に開発される予定になっています。余談ですが、このジェゼロクレーターというのは実際に火星に存在しているクレーターの場所を表しています。今回明らかになった写真は全体像ということで、詳細情報はまだ公開されていないのですが、かなり作り込みがされていることが伺えます。まるでですね、本当に火星のリアルな都市を構想しているかのようなですね、リアリティを求めているというのが分かり、この革新的な取り組みはドバイで行われたフューチャーイノベーションサミットでもメタバースのイノベーション賞として青戸を受けるほどでした。ちなみになのですが、こちらのイベントは先週ドバイで行われたイベントであり、イーロン・マスクさんもゲストとして呼ばれているイベントでありました。このイベントの参加者やスポンサーにも Google であったり、宇宙開発機構の NASA、バイナンス、IBM、フォーブスなどなどということでですね、非常に著名な組織が参加しているイベントでもありました。なので今回このイベントで様々な組織に対してアピールができる良い場だったのではないかと思います。続いて2つ目のニュースとしては、海外の仮想通貨インフルエンサーとしても最も有名な YouTuber であるビットボーイのベンさんもエバードームの土地を購入することが発表されました。こちらの YouTube の当チャンネル登録者数は145万人であり、以前 CEO のロブさんともメタバースについての対談を行っていました。今回の発表は以前行われた土地をすでに購入したフェイム MMA であったり、 F1 選手のガスリー選手に続いての発表となりました。ちなみにビットボーイさんは金融セクションの土地を購入したことになっています。おそらくですね、土地販売が行われるまでに他のインフルエンサーであったり企業等の発表もあると思いますので、もしですねチャンスがあったら、一つでもですね土地を買えたらいいなというふうに思っています。現在仮想通貨市場全体は先行きが不透明な状態が続いていますが、そういった中でもですね一つ大きなチャンスになる可能性があります。最後に3つ目にフェイブ MMA について解説します。このプロジェクトは格闘技のプロジェクトであり、有料のペーパービュー世界第2位という既存の人気プロジェクトです。プロジェクト自体の概要は以前の動画で説明しているので、関心ある方はそちらをご覧ください。今回は最新ニュースということで2点あります。1点目が先週末の5月14日に大型イベントのフェイム14が行われました。こちらの写真にあるようにですね、たくさんの方が訪れていることがわかりですね、熱気が伝わってくるなというところがあります。YouTube を見てもですね、すでに再生回数が約34万回、プロジェクトの人気というものが伺えます。次回行われる15回目のイベントでは、この有料チケットの購入がフェイムトークンのバイバックに使われる予定になっています。したがって、トークン自体の買い圧として生まれますので、現在フェイムトークンの価格は約 0.09 から 0.1 ドル付近を前後していますが、今後のバイバックの効果なども市場で伝わることによって、プロジェクトへの期待度も変化する可能性があります。今回のフェイブ14のイベントでは、メタヒーローのプロジェクトも関わっていました。当初はメタヒーローのモバイルスキャナーを使う予定でしたが、こちらが間に合わなかったため、既存の V スキャナーを使ってイベント会場で使用したそうです。おそらくですが、このイベントによって参加したアスリートの選手であったり、来場したインフルエンサーであったり、また参加者だともスキャンが行われた可能性があります。残念ながら新しいモバイルスキャナーのイベントは延期になってしまったというところがあり、私の仮説ですが、ウクライナとロシアの情勢であったり、また世界的な輸送問題なども関係している可能性があります。こちらも今後もですね、少し脇道にそれますが、メタヒーローのフランスのカンヌでの映画祭でのスキャナー使用も延期になったというお話があったので、また今後にですね、期待していきたいなというところがあります。2つ目のニュースが、以前紹介させていただいたフェイムのですね、こちらのバトルゲームがですね、なんと30万以上のダウンロードが行われて、ポーランドのアップストアと Google プレイで第1位のアプリになったというような発表もありました。やはりこのフェイブというプロジェクトの大きな強みは既存のコミュニティがあることで、今後ですね、この仮想通貨に馴染みの少なかった人がフェイブをきっかけにして仮想通貨の市場にも流れてくる可能性があります。テンセットの第2のジェムである考えエクスチェンジは現金を簡単に仮想通貨に変えられる仕組みを持っている。ポーランドを中心とした200を超える
OTC の取引所を持っています。なのでですね、仮想通貨の大衆化という大きな目標に向けてエンターテイナメントの力というのは大きな可能性を秘めています。中長期的な視点で面白いと私は思っているので、また引き続き最新情報とあればシェアさせていただきます。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。ラーナーのワンポイント英語学習。このコーナーでは仮想通貨に関連したトピックで英語について学びます。ぜひ将来のために学んでいきましょう。それでは日本語を英訳する問題です。日本語はこちらです。英語で何と言えばいいでしょうか。 3、2、1。 はい、例えばこんな回答ができます。We have to realize and understand that HODL is not easier than you can imagine. We have to realize and understand. 私たちは自覚して理解する必要がある。That HODL is not easier than you can imagine. ということを、HODL というのは簡単ではないということを、あなたが想像するよりも。この文では文法事項、have to 不定詞、何々する必要がある。than S can V、何々するような点々であるという表現が使われています。現在、仮想通貨市場は先行きが不透明な状態が続いています。このままステイをするのか、損切るのか、あるいは追加していくのか、それぞれ皆さんに委ねられています。ぜひ後悔のない選択をしていきましょう。以上となります。また英語について学びたいトピックがある方はコメントお待ちしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。